ハマース。ハマース、あるいはハマース運動、は、イスラーム主義を掲げるパレスチナの政党。1987年12月14日に、アフマドヤシーンによって、ムスリム同胞団のパレスチナ支部を母体として創された。2004年12月に行われたパレスチナ、地方議会選挙において、過半数の議席を獲得し、 さらに2006年1月のパレスチナ評議会選挙でも定数132の議席中で76議席を獲得した。正式名称はイスラーム抵抗運動で各単語のアラビア文字の頭文字 M,R,S からハマースと通称される。この単語はアラビア語で劇場も意味する。一般的に日本のメディアではハマスと呼ばれ、 団体名と合わせてイスラム原理主義組織ハマスと表記されることが多い。イスラエルに対してテロリズムを含めた武装闘争路線を維持するハマースに対する評価は国や団体により様々である。イスラエル欧州連合 EU アメリカ合衆国はハマースをテロ組織に指定している。ヨルダンは1990年から国内における活動を禁止している。ノルウェー。 ロシア連邦、トルコ、カタール、エジプトなどの政府は、ハマースの指導者と対話を行っている。1980年代の第一次、インティファーガ時代に、ヤーセル・アラファートが指揮するパレスチナ解放機構、PLO の影響力を排除した民衆レベルでの対、イスラエル抵抗組織として設立された。ハマースと PLO の対立関係を見た、イスラエル政府は、 ハマースが PLO に対抗する勢力となることを期待して秘密裏に援助を行っていた。ハマースは教育、医療、福祉などの分野で一般民衆への地道な活動を続けたためパレスチナ人の間で支持が拡大していった。1990年代に PLO がイスラエルとの和平交渉を開始するとハマースはこれに強く反対し対イスラエル強硬派の支持を得た。 1995年の右派イスラエル青年によるイスラエル首相イツハクラビン暗殺和平交渉におけるアラファーとの強行姿勢そして2000年のリクード党首アリエル・シャロンによる岩のドーム訪問をきっかけとして第二次インティファーダが開始されるとハマースは自爆攻撃やロケット弾を用いたイスラエル軍及び市民に攻撃を開始した イスラエルは2004年3月22日に創設者のアフマドヤシーンをアパッチ戦闘ヘリでの攻撃により殺害した。翌日には最高幹部人からアブドゥルアジーズ、アイコール、ランティーシーが後継者となることが発表されたが、同年4月17日に再びイスラエル軍ヘリの攻撃を受け暗殺された。ハマースは草の根の民衆支援への評価、和平交渉の破綻。 ファタハの率いるパレスチナ自治政府への不満などを背景に2004年12月に行われたパレスチナ地方議会選挙において過半数の議席を得、さらに2006年1月のパレスチナ評議会選挙でも定数132の議席中で76議席を獲得するなど圧勝した。同年3月29日にハマースのイスマー・イール・ハニーヤがパレスチナ政府首相に任命された。 多数の西側諸国は、ハマースをテロリズム団体に指定しており、ハマースの政権参加を機に、パレスチナ政府への支援を停止した。日本は、世界食糧計画などを介した形で、同年7月に再開している。国際連帯運動、ISM、パレスチナメディアウォッチの活動家、パトリック・オコナーによると、ハマースは、政権参加後は概ね停戦を守っていると、 指摘されていた。2000年から2006年11月3日までのパレスチナ側とイスラエル側の犠牲者数の比率は39,10である。しかし、2006年は258,10で、3月のハマースの政権参加後に限ると762,12まで差が広がった。一方で、イスラエル情報機関の元長官は分離壁の建設によって、 自爆攻撃を90%阻止したことが原因であるとしている。ヤシンとランティーシーが相次いでイスラエル軍に暗殺されたため、ハマースは後継の指導者を発表していなかったが、2005年9月3日に軍事部門、イッツ・ティンイコーン・アルカスサーム旅団の指揮官がムハンマド・ディーフであることを公表した。現在の最高指導者は政治局議長のハーリド・マシャールである。 2007年5月21日にイスラエルのアビでヒテる警察長官、警察省は付け、次第、軍は彼を片付けるとマシャールが暗殺の目標となっていることを明らかにしている。ハニーヤ首相についてもイスラエルに対する攻撃命令を出しているものの中にハニーヤがムラジっているならば彼も正当な暗殺の標的となるとしている。2007年6月12日に ハマースはガザ地区を武力占拠し2006年の総選挙後に形成されていたファタハとの連立内閣は崩壊した。現在に至るまでガザ地区はハマースがヨルダンガー西岸地区はファタハが事実上支配している。評議会ではハマースが過半数を占めているためファタハは非常事態宣言を発令することで合法的に政権を維持している。 ハマースはハニーヤ内閣が政党政府であるとして閣僚を任命し自治政府を組織しているがイランやシリア以外の国際社会はファタハによる政府を承認している。ハマースは連立政権時代に自制していたカッサームロケット砲によるイスラエル領内への攻撃を再開。これに対してイスラエル軍は2008年からガザを攻撃した。一時的な停戦の後もイスラエルは 規制を緩めず、小規模な衝突が繰り返された。イスラエルは11月5日から封鎖をさらに強化し、国際連合のイスラエル政府が封鎖を緩和しない限り、支援物資がすぐに底を尽きるという警告も無視した。6ヶ月間にパレスチナ側は20人が殺害され、イスラエル側の犠牲者は例であった。ハマースの政治指導者。 ハーリード・マシャールは、イスラエルの火器で30人のガザの人々が殺され、封鎖の直接の影響で数百人の患者が死亡した、と主張している。イスラエルとエジプト政府は急戦延長を模索したが、ハマースは、再度の封鎖解除とすべての検問所の解放を条件とし、イスラエルは攻撃停止が先だと主張したため、ハマースは、停戦延長を拒否すると発表した。 休戦期間終了を待たずに、ロケット砲による攻撃を再開し、イスラエルは攻撃を中止するよう警告を発したが、ハマースはそれを目殺した。2008年末にイスラエルは、ロケット砲攻撃の根絶を目的に、ガザへの空爆を開始した。2009年1月1日に、ハマース創設者であり、ガザにおける指導者の一人であったニール・ラヤーンが、ジャバリーや難民キャンプの自宅で、 イスラエル軍の空爆により殺害された。2009年1月15日には、ハマース政府の内省、サイード・シアームが、イスラエル軍の空爆で殺害された。イスラエルは、ガザ地区への攻撃と、並行して、病気治療のためイスラエル入国を申請した、ガザ地区住民に対し、内通者、スパイになる、よう要求するなど、ガザ地区での情報提供者の勧誘を続けている。 2009年に、ハマースは少なくとも17人を内通を理由として、処刑したとされる。2010年には、ハマース幹部ハサン・ユーセフの息子で、キリスト教徒であ、ムスアブ・ハサン・ユーセフが、イスラエルのスパイであったことを告白し、ハマースとイスラム教を批判する手記を出版して、反響を呼んだ。2010年1月20日に、軍事部門創設者、マフムード・マブーフが、 アラブ首長国連邦のドバイのホテルで暗殺された。犯人の姿がホテルの防犯カメラに映っており、イギリス、フランス、オーストラリアなどの偽造パスポートを所持して入国したイスラエルのモサド工作員による犯行であると断定された。2010年8月31日にヨルダン川西岸南部のユダヤ人入植地であるキリアトアルバ近郊の路上で乗用車が襲撃され、 イスラエル人4人が射殺され、ハマスの軍事部門、カッサーム隊が犯行声明を行った。西岸でイスラエル人4人が殺害されたのは2006年の自爆攻撃以来である。2011年4月にハマースとファタハはカイロにおいて共同で会見し、2007年以来続いていた対立関係を解消し、連立政権を作った上で総選挙を行うことを 発表した。今後の交渉では、ハマースのテロリズム路線の是非や治安部隊の指揮系統が議題となる。イスラエルはこの和解を批判し、国連は好意的に評価している。2011年に始まったアラブの春では当初、ハマースはリビアの反カダフィ法規を支持する一方、シリアでの反体制デモには沈黙を保っていた。しかし、 シリア内戦が長期化、拡大するにつれて、ハマース内部でもシリア派であるシリアのアサド政権や、イランを寄避する傾向を強めた。2012年1月には、シリアの首都ダマスカスに滞在して、アサド政権に近いマシャールが退任を表明、ヨルダンに退去した。翌2月には、ガザ畜業政府を握るハニーヤが、シリア反体制派の支持を明言し、ダマスカスとの決別が明らかとなった。 シリアの同盟国であり、ハマースの一方の支援者であるイランは、このハマスの配信に批判的な態度を示したが、ハマースはかえってイスラエルの対イラン攻撃に反対しない旨を発表し、両者の関係もまた断絶したことを明らかにした。エジプトでは2011年の革命で、ムバーラク政権が崩壊し、2012年には、 ムスリム同胞団出身のムハンマド・ムルシーが民主的選挙に勝利して大統領に就任した。ガザ政府首相イスマー・イール・ハニーヤはエジプトを訪問し、ムルシーやヒシャーム・カンディール首相と会談するなど、関係強化に努めた。2012年11月のイスラエル軍によるガザ攻撃の際は、カンディール首相がガザ地区を訪問し、ムルシー大統領が停戦交渉の仲介を行った。 2013年7月で起こったエジプトでのクーデターによりムルシーが失脚。その後の死死政権はガザ地区とエジプトを結ぶ密輸などに使用されているトンネルを武装勢力に利用されているとて破壊するなどしており、ガザ地区は経済的に苦境に立たされている。ハマースもまた財政的に困窮しており、職員の給料を分割払いにするなど苦しい状況である。 頼りだったイランからの支援が関係の希薄化で大きく縮小したことも大きいとされる。2014年4月23日、ハマスとファタハは共同声明を発表し、5週間以内に統一内閣を樹立するとした。これに、ハマスをテロ組織と見るイスラエルは反発し、ガザ北部を空爆した。2014年6月2日、ラミ・ハムダラを首相とする。 暫定統一内閣が発足。ファタハ、ハマース双方が認める内閣が成立したのは、ハマスがガザ地区を制圧した2007年以来となる。2014年7月上旬、パレスチナの少年がユダヤ系過激派に殺害されたことに抗議するデモが拡大。7月7日には、ハマス側がロケット弾をイスラエル側へ打ち込む一方、イスラエル軍もガザ地区に 報復の空爆を開始して多数の民間人の死傷者を出している。当初は全パレスチナの支配を主張していたが、現在は1967年の国連アンポリデー戦決議に,に基づく国境戦を容認する構えを示している。イスラエルの承認は拒否しているため、イスラエルの生存権を認めない組織として報道されることが多い。 マシャール政治局長は2009年6月25日に、パレスチナ民衆にとっての最低限のライとして、イスラエルによる全入植地の撤廃、パレスチナ難民の自由な帰還、1967年6月4日、時点での停戦ラインを国境とする、パレスチナをエルサレムを首都とする完全な主権国家と、スルート4条件を挙げている。シャリーに基づく統治を目指しているため、同性愛を、 処罰対象にするなど、西を北米諸国において広く認められた人権規範とは相入れない政策も多い。こうしたイスラム主義的主張については、政権獲得後には現実主義的なものに落ち着くのでは、との意見もある。ガザ地区にはハマースよりさらに過激な武装組織もあり、それらとの間に衝突も発生している。 議会活動も行い対外的にもある程度の妥協も行うハマースに対し、より厳格なシャリアによる国家の建設を主張している団体もある。2009年8月14日にはそれらの組織の一つであるカイダとの関係も指摘される、ジュンドアンサール・アッダーとの間で激戦となり、ジュンドアンサール・アッダーの指導者が自爆。子供一人を含め、双方で24人の死者が発生した。 ガザ地区には他にも類似の武装集団が少なくとも10前後はあるとされる。また、アイスセル、イスラム国、第一ュとも敵対しており、アイスセル側は、ハマースをユダヤ、イスラエル、ファタハと共に、寝やしにすると宣言している。このため、イスラエル側はハマースへの攻撃を、芝狩り、メイングザローンと称している。芝であるハマースが伸びすぎないよう、定期的に攻撃して、 カルが、ネダヤシにして、より過激な組織が対等しても困るというわけである。シリア、イランは、ハマースに対して、支援を行っていると指摘されていた。両国は、ハマースに対して軍事面でも協力しており、最大の支援国であった。2011年から始まったシリア騒乱で、アサド政権との関係が悪化したことからシリアとの関係は、凍結状態となり、 イランからの支援も減少している。イラクとサウジアラビアもかつて資金提供や軍事支援を行っていたが、イラクは対イスラエル強硬派のサッターム・フセイン政権が崩壊したため支援は停止された。サウジアラビアは対米関係への配慮とシリアイラン両国との対立から、現在は政府としては反ハマスの立場である。 サウジと同じ新米のペルシャ湾ン諸国でもカタールは政府首脳がハマース指導部と頻繁に会談を行うなどハマースを支援しており2012年10月23日にはハマースのガザ制圧以来外国元首として初めてハマド首長がガザ地区を訪問したまた国家レベルだけでなくハマースを支持するアラブイスラーム社会からの個人献金が ハマースに対して行われている。ハマースは、アッパース自治政府大統領、報道では、議長表記が、主流率いる自治政府の正当性を否定している。アッパース政権が、自治政府首相であるハニーラ氏を一方的に解任し、議会第一党のハマースを排除した政権であることに、加え、アッパースが、自治政府大統領の任期切れ、2009年1月後も、 大統領選を延期して在任を続けていることが理由として挙げられる。逆に自治政府を正当と認める立場でハマースがガザ地区を実行支配している統治機構に対してはガザ地区の自治政府に解任された内閣との表現が用いられることがある。他にガザ政府、ガザハマース政府とも表記される。ハマースは当局の干渉を避けるために 4つの独立した部門に分かれている。ハマースの指導機関は、マジュリス・アルイコール・シューラー、諮問評議会である。政治局は、総合戦略を立案し、各部門の活動分野と機能を決定する。ラビターとイリアマ・フィラスティン、パレスチナ・ウラマー協会は、イスラームの観点から、ハマースの活動に合法性を与える。武装闘争のための非合法部門は、 以下の二つのグループに統合されている。ハマースの機構には、シャヒード、自爆攻撃部隊もある。隊員は、イスラエルから被害を受け、ユダヤ人を憎悪する18歳から27歳の、住民から選抜される。ハマースのウラマーは、イスラエル撃滅という聖なる目的で死ねば、天国に行けると彼らを納得させている。イッズ・ティンイコーン・アルカッサー無旅団は、 ハマースの軍事部門で、イスラエル人及びその協力者の誘拐、暗殺に従事している。1992年以降の大規模なテロ活動、ロケット弾攻撃の大部分は同組織の仕業とされている。ハマース内部で最もサラフィー主義の影響が濃い部門で、アルカイダの進派も多数いるとされ、ハマースの他部門と路線対立していると言われる。ただしハマース全体としては、 サラフィー主義勢力と軍事的衝突を繰り返しており、ガザ南部ラファ派を拠点とするサラフィー主義運動、ジュンドアンサール・ワンラーフと戦闘を行い、同勢力を率いるアブドルラティーフ・ムーサーを殺害するなどしている。2011年4月には、ガザで活動する支援組織、国際連帯組織のイタリア人活動家、ビットーリオ・アリゴーニが、同じくサラフィー主義の過激派組織、 タウヒード・ジハードに誘拐、殺害され事件では同組織の犯人を逮捕し犯行を非難している。ハーリド・マッシャー・アルはヨルダンで1997年9月25日、モサド工作員に毒物をかけられて殺害されかけた。ヨルダンとアメリカがイスラエル政府に圧力をかけて下毒剤と毒物の化学式を提供させて漁が行われ、一命を取り留めた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。